ランスは戦争状態、オランド大統領が宣言。パリの同時多発テロ事件を受けて、オランド大統領は、臨時の上下両院合同会議で演説し、フランスは戦争状態にあると宣言しました。オランド大統領は、敵は、過激派組織、イスラム国だとした上で、今後、シリアへの空爆を強化する考えを表明しました。非常事態宣言を、今後、3ヶ月延長するよう、議員に要請するとともに、今回のテロは、シリアで計画され、ベルギーで組織されたと指摘しました。テロの首謀者として名前が浮上しているアブデルハミド・アバウド容疑者はベルギーの出身ですが、地元メディアによりますと、おととしにシリアに渡り、その後、ベルギーとシリアを行き来していたとみられます。このため、ベルギーとシリアのルートを洗い出すことが、今後の捜査のポイントになりそうです。中でも重要な手がかりとなるのが、ベルギーのモレンビークという場所です。首謀者とみられるアバウド容疑者、そして、レンタカーを借りたなどとして指名手配されている男の出身地です。ベルギー警察は、16日、大規模な捜索を展開しましたが、指名手配犯の逮捕には至りませんでした。ベルギーとシリアがなぜつながったのか。そのあたりをつなげていくことが、今後の捜査のポイントとなりそうです。